はい、ご無沙汰しました。どうも、関です。よろしくお願いします。島川、おかんです。よろしくどうぞ。ご無沙汰ですよ。どうしたのよ。何がいいの。更新頻度が落ちて。落ちても何もさ、会う機会がないじゃん。もうさ、この YouTube チャンネルすらコロナの影響ですよ。まあ、なんかリモートとかいろいろとかやってきたけど、ね、なんか追われてやっても、うん、面白くないじゃん。いや、それはお前次第や。それ面白いか面白くないか。いやいや、ほら、ちょっと家庭の事情もいろいろあるから。そうだよ。どっちかってそっちが原因。あなたバタバタしてたから、うん、逆に今まではさ、そのコロナで時間が空いてる、仕事がないと言ってもうちに来てもらったりしていろいろ活動してたじゃない。やってた。それができないっていうからこうなってるだけで。いや、別にいいんだよ。お誘いあればなんとか調整するところじゃないけど。いや、俺2回誘ったよ、お茶会やりたいって。いや、あのさ、言い訳するようで嫌だけど、うん、あなたほら抜群の絵本を出したわけじゃん、電子書籍の。いや、あんなもんちょいのちょいよ。いや、死にそうになってたでしょ。作る上で。いや、だからそれはさ、徹夜何回やったとかね。で、それ終わって週末はちょっとゆっくりしたいって、山登りしたいって、一日そう登山行きたいって言ったの。言ってるその日が雨。かわいそう。その雨でも、まあ天気は置いといていいや、とりあえず、はい、次の日、高尾山行こうと思ったっけ、娘と。高尾山、うん、高尾山行ったことないから行こう、うん、でも先週の土曜日の模様がツイッターに載ってたのよ、うん、いや、抜群に混んでて、やっぱ世界一登山客が多い山だから。あ、もうやっぱ混んでる。混んでる。だって GoTo もさ、都内対象も10月からのはずなんだよ。だから山はやっぱ自然とかを求めてみんな行くけど、すごい混んでたし、これやったらちょっときついなと思って。じゃあ密を避けるために。そうで、前日に作戦変えたの。そしたら体を動かすとこに行きたいっていうテーマはそのままで、うん、で、清水公園っていうところに行こうかなと思って、うん、で予約したの。これはラジオとでも多分河野さんかな、僕の相手だった、うん、河野さんがプレゼンしたアスレチックがある、はい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 、水の上の水上アスレチックとかがある場所で、1時間ぐらいだから車で、うん、あ、これいいやっつって予約したのよ、うん、でそこが雨で、朝見たらあれ今日は天候不良のため、中止になりまして、さあどうしようと。ついてないね。いや、ほんとその日マジついてなかったから。いや、そういう日ってあるんだよ。でその後決めていったのが、うん、行ったことないけど東京ドイツ村、これ実際行きました。私どこにあるの。千葉。東京なのに。これはディズニーランドと同じように東京なのに千葉にあるドイツ村です。へえ。これが結構いい。あ、よかった。よかった。あ、そういうのはいいね。すごい自然がいっぱいいっぱいで、ボール遊びとかもできるし、アスレチックもあって、ちょっとした遊園地もあり、うん、で時期的にはお花が咲くシーズンはすごい人気、うん、芝桜だったりチューリップかなんかいろいろお花畑がある。で冬はイルミネーションで日本三大イルミネーションの一つって呼ばれているところで、まあ、その隙間で、ね、季節的には隙間だけど行ったんですけど、これまたね、途中から雨が降ってきて午後で本当についてないね。いや、ついてない。でも結構遊んでたから、うん、子供らもそのアーチェリーにはまって。あ、面白そうだね。うん、でそれにはまってやりたいっていう時も、一応時間パンパンまで遊んで4時まで、うん、いいね。で帰って、うん、飯食いに行くぞと。おせっかくだから、うん、まあ奥さんもご飯作るの大変じゃない、うん、だから、うん、飯食いに行くっつって、うん、近所のよく行ってた居酒屋さんに行こうと、うん、久しぶりに、はいはい、で調べたら、うん、あれ閉店してる。うわ、あ、このコロナでかと思ったら、うん、最近そういえば電気ついてなかったな、はいはい、閉店かと思ったら移転してたのよ。お、じゃあそこ行こうと、新しく場所変わってんなら調べて。いやー、いろいろ計画の変わる日だけれども、最終的にさあ行きました。行きました。そしたらそこが今まで広いこうね、こう座敷とかあったお店だったのに、うん、
こじんまりとして、カウンターとテーブルがメインのお店になってて、あらららうちちっちゃいのがいるからこれは無理だと。じゃあ店変えましょう、うん、で店変えましょうで、また近所にある刺身が美味しいお店があるから、うん、そこへ行きましょうって言ったら、うん、あ、空いてた、車も止まってないし、うん、これはいいわ、うん、入ろうとしたら、貸し切りで貸し切りかいとでこうなったらやっぱお刺身食べたい気持ちになってるからどこまで行くのそれ。じゃあ駅前にあるもういいや、もうチェーン店でいいと。あ、チェーン店庄屋があった。あ、いい庄屋行ったら庄屋なくなってたのよでなくなってて、庄屋なくなってたから、その上にある3階にあるまた海鮮居酒屋、あらあらあら、福福亭みたいな、そんなのあるの。そこに、そこ行ったわけ。行った。でもここでもういいじゃん、ほら見て、メニュー見たよ、息子たちテンション上がってる、お忙しいっつって、で靴脱いで、でこうあのよくあるこうね、あのカチャンと普段とかに入れてるところに店員さん来ていらっしゃいませって来て、あ、ごめんですって言った。あ、予約されてますか、うん、あ、されてないです、実はもう満席でございましてですねおい、まさかのここで満席かいと札まで取ったのに、取って靴入れた俺。もうあそこはだいたい西が8とかさ、そういうのを覚えるよね。 それでもう言ってた俺、リニ覚えづらいなで入れた後よ、満席です、兄さん寄ってらっしゃいみたいなね。そうそうそう、もうダメですっつって、でそこでもう俺と奥さんもうテンションダンって下がって、諦めモード入って、諦めモードだな。でも刺身は食いたいと。ごめん、この時点で言っとくけど、最初に雨かわいそうって言ったけど、もうあんなもん序の口だね。序の口よ。そこまで行って、でももう刺身になってる間、刺身日本酒、最終的に、うん、お最終的にゴール、うん、スーパーで刺身買った。やっぱりそうやっぱりそう。ただね、これ最後いいことあったんですよ、はいね、お本マグロのお刺身が半額、うん、時間的にいやだって時間的に半額だって7時過ぎてたからもうだんだん回って、ダメって最終的にだから残ってたわけだ。聞いて驚くなかれ、これやっぱり残り物には福があったよ。そうよ、2パック買いました2パックどう、そんだけ弾かれて、うん、最後に食べた、うん、マグロのお刺身はどうだった。これね、やっぱね、本マグロ美味しいね。美味しかった。マグロを刺身を食べながら、うん、キングオブコントを見るという最上の時間をいただきました。その前に1時間半くらいいろいろ動き回りましたけど、はあ、もう途中家族で出すりつけ、うん、誰のせいだ誰のせいだっつって、息子ともうお腹空いてくると子供うるさいからそうあ、誰って子供らあんま最初家着いた時に一回行きなくなったわけ、うん、行きなくなって外でまた出んのかって空気あったけど、行こうぜせっかくだからって言った。だから逆にあっちゃんのせいだっつって、誰だ刺身行きたいっつったのはみたいな。お前そんなこと言ったらお前はもうこの本マグロ食わせねえぞっつって、家でずっと小競り合いしながら、でも食べさせたんでしょ。いっぱい食ったらあんな文句言ってたじゃないですか。いっぱい食ってたらうまいです。ピザにしとけやね。すぐ見つかったかもしれない。なんの話よこれ。いやいや、あんたがついてないっていう話でしょ。ついてなかったよあの日は。まあ頑張ったのに、うん、それだと報われた感じないけど。でもドイツ村も下見的な感じ。お。何あるか分かんないでいくとさ、すごい大変じゃん。うん。今回行って、あ、次もう一回ゆっくり行きたいなと。あ、キャンプしながら楽しめるってうまかったから、一泊して朝から一日遊ぶもできるのよ。ああ、うん、でもそういう時間に使えたのよかったじゃん。どうせ時間はあるんだから、ね、いっぱい。いやだからやれよ。何を。いやもう文句企画だよ、愚痴を超えた文句企画だよ次は。何をするの。散々今楽屋でもずっと人の文句ばっかり言ってたじゃん。いやそんな言ってないって、あなた言ってない。私は人の文句なんて。いや言ってたから。言ってないよ。この楽屋入ってからずっとそうだったよ。言ってないって。ずっと文句。いや出していい？一個一個。どうやって何の文句言ってたの？言ってないよ私。
カットするもん、ね、初めての P をいやそれダメでしょあんたどうしてそういうこと言うかね。そういうあのさ悪いけどそれをやると編集しなきゃいけなくなるこれ全部編集スキル上げるための。私そういうスキル上げるとかじゃないもん。いや大事よ編集スキル。大丈夫も違うもん。いらっしゃらないから、ま、待って待って待って。あ待ってらっしゃる。待って待って待って。あまあ、時間だ時間。ということでまあお久しぶりということで関谷氏のついてない近況報告ということになりました。またゆっくりね更新していきましょう、はい、ね終われるんじゃなくて、うん、だから皆さんも気長にねお付き合いいただければなと思いますということでチャンネル登録お願いします。またね。ちょっとピー入れるからね楽しみ